はい、チューピープールに来ています。今日の営業はですね、まもなく5時で終了するということなんですが、まだですね、このようにプールを存分に最後まで楽しもうということで、浸っていらっしゃる方もいらっしゃいます。まあ、とにかくですね、今日はもう暑くて、日中私の手元の温度計で40度を超える時間帯もありました。ということで、ちょっとね、人も少なくなってきまして、特別に許可もいただきましたので、失礼して、気持ちいい冷たい、冷たいのか。足つけるだけで違いますね、ひんやりします。これがプールのいいところですよね。さあ、ということで今年ね、60年の歴史に幕を下ろすチューピープールなんですが、たくさんの思い出があると思います。青山さんもどうでしょう、思い出あるんじゃないですか。僕は子供の頃、尾道から子供会でバスに乗って、はい、父安ハイパークと呼ばれてた頃に来たんですよ。で、宝探したこのゲームとかやったり、本当はなんて楽しい場所だと思いましたね。はい、もうね、本当にそういうたくさんの思い出があると思うんです。ということで、その、歴史をですね、ちょっと VTR にまとめてみましたので、そちらをご覧ください。昔の映像もじゃん。チューピープールは1964年複合レジャー施設内に父安ダイヤモンドプールとしてオープンしました。アドバルーンが上がるなど盛大に祝い、たくさんの人でにぎわいました。ゴーカートコースやミニ新幹線、トロッコ SL なども来場者を楽しませました。1976年には三段スライダージャンボ滝滑りが設置され、スリル満点の滑走が人気となりました。時代は昭和から平成に変わっても、プールには変わらず多くの家族連れが涼を求めて詰めかけました。2007年、チューピープールとしてリニューアルオープン。びっくりバケツや波乗りなど、プールは7種類になり、令和の今も毎シーズンにおよそ10万人が訪れる人気スポットです。そんなチューピープールもこの夏で営業を終えることに。解体後の跡地はカープが取得し、現在の大野寮を移転させて屋内練習場や寮を建設する予定です。ということで、たくさんの思い出があるこのチューピープールなんですけれども、このチューピープールを運営されています松本剛さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。松本さんもしっかり日焼けしていらっしゃいますが。ありがとうございます。プール焼けですか。ありがとうございます。でも本当にお盆もあってか、たくさんの方がいらっしゃってるなと思ったんですが、はい、やっぱり来場者は多いですか。そうですね、お盆期間特に多いですし、まあ、天候もよくですね、それとまあ今年最後だということもあり、まあ一回行ってみようというお客様がおそらく多いんではないかなと思いまして、例年と比べてですね、おそらく3割ぐらいの方が多く去年よりも来場されている、そんな今状況になっています。そうなんですね。確かに私も来てからインタビューをすると、今年最後だから来ましたという方がたくさんいらっしゃいました。で、まだ、ね、日数あるのでぜひ来てほしいなと思います。で、プールなんですが7種類あるということで、はい、松本さんのおすすめはありますか。そうですね、7つのプール、まあ、ありますけれども、はい、私のおすすめは、あとやはり向こうのプール、波乗りプールがですね、一番おすすめになります。はい、波乗りプールは、まあ、深いところから浅いところまで、波が来ますので、まあ、浮遊感というかですね、そういったことも楽しめて、なかなか非日常が味わえるではないかなと思いますので、ぜひお楽しみいただければと思います。そうですよね。あとウォータースライダーも120メートルありまして、1時間の今日も列ができているぐらい人気でした。それからですね、今横を流れているこの流れるプールなんですが、ちょっと私ある秘密をですね、松本さんに伺いまして、うん、ということで早速中根さん、はい、じゃん、クイズです。はい、この流れるプールなんですが、ある秘密があります。それは一体次のうちどれでしょうか。1、オープン当時は人力で流れを作っていた。2、午前と午後で流れが逆。3、水は天然の井戸水を使っている。さて、どれでしょうか。どれもありそうですよね。
どれもありそうだけ ど、あえて一番にしてみようかな。昔は人力で流していた父安の力自慢の皆さんが、これは大変なことですが、流れさん、はい、不正解です。残念。正解は3番、水は天然の井戸水を実は使っているということなんです。そうなんだ。松本さん、これは今もなんですよね。そうですね、昔からここのプールはですね、はい、天然の井戸水、いわゆる地下水をですね、汲み上げて、それを人体に優しいようにろ過して浄化して、うん、こちらのプールに使っているというので、水は大変冷たいプールになっております。ちょっとさっきもひんやりしてました。今年で営業が終了するということですが、やはりスタッフの皆さんも思いはひとしおじゃないですか。そうですね、まだ営業残ってますし、安心安全に気をつけながらですね、スタッフ毎日、朝から晩までですね、仕事して、大変ご、苦労していると思いますけれども、はい、それもですね、やはり60年の歴史で、お客様、親子3世代、4世代にわたってですね、このプール、この地にですね、訪れて、来てくれております。いろんな思い出があると思いますので、ぜひですね、最後もう一度、プールに来ていただいて、当時の思い出を振り返りながらですね、最後のひと夏を楽しんでもらえればなと思っております。ぜひお越しください、はい、ということで9月1日まで営業しておりますので、皆さんぜひ足を運んでください。はい、ありがとうございました。焼き部さん、本当皆さん5時の閉園ギリギリまで楽しんでる姿が印象的でしたね。そうなんですよね、もう終わっちゃうんだけどなっていうところなんです。もうなんか名残惜しく最後まで楽しまれてるのかなと思いますね。7種類いろんなプールにそれぞれの思い出がある感じでしょうね。たくさんね、この歴史の中で進化を遂げて、そしていろんな方のサポートもあって、この60年だったんだろうなと思いますね。そうですね、チューピープールから生中継でお伝えしました。